ボクムーです。コピックを始めます。コピックにも何種類かあるんですけど、今回ボクムーはコピックスケッチを20本買ってみました。コピックスケッチはスターターセットみたいなやつもあるんですけど、調べてたらすでに完売してしまったブースターボックスというものがボクムーの好きな色味で、まんべんなく色がありそうだなって思って、それと同じ色を20本選んで買ってみました。でも本当に20本だけでボクムーが描きたいイラスト描けるのかっていうのがね、気になってるので、それをまず今日は確かめていこうと思います。最初にどんな色があるのか一つずつ確認していって、最後にこのイラストをちゃんと塗れるかどうかを試してみます。紙はこのコピックの公式から出ている直線上質紙というものを使います。とりあえずよく色鉛筆とかにありそうな色を文字で書いてみました。この色に当てはまる色があるかどうか調べていきたいと思います。肌色はね、結構ありそうです。そう、実際に塗ってみないと肌に使えるかわかんないんですけど、ちょっと確認していきましょう。肌色っぽい色はこの4色がありました。 YR0000 をベースに R01 と R12 で赤みをつけて、 E30 を少し濃い部分とかに使えそう。茶系の色は2色あります。おー、いい色、美味しそうな色です。あ、こっちも美味しそうな色。茶色はこの2色がありました。この2色があったら茶色っぽい髪の毛とかも普通に塗れそうな気がする。白ってどうするんだろう。一応このカラーレスブレンダーっていう0番がついてたんですけど、これ本当に透明で、ちょっとはみ出たところを修正したり少し色をぼかしたりするのに使うものみたいです。なのでこれを使って白を表現するというよりかは、影のところを薄い紫とか青とかで塗って、まあ、白い髪の毛とか表現するのかなと思います。黒色、黒色なくない？このセットだと黒髪描けないかもしれない。家にあるコピックマルチライナーのこの文字を描いた黒、これで塗っちゃうと黒すぎるっていうか、ちょっと違う感じがするもんね。次はこの下の、まあ、赤、黄、青とかカラフルにちゃんと色が塗れるかどうかを確認していきます。赤色はこの3色。この R24 はザ赤色っていうところを塗るのに使えそうだし、この RV11、R83 はピンク色の髪とか服とかにね使えそうだなと思います。あと RV11 は割と薄めのピンクだったので、肌の赤みにももしかしたら使えるかなと思います。オレンジがこの YR14、 そして黄色が Y32、Y13。 オレンジは1色しかないんですけど、黄色と合わせてオレンジ髪とかも表現できそうですし、黄色はこの2色があるので、まあ、黄色っぽい髪とか目とか描けるかなと思います。緑も黄緑っぽい色と少し青みの薄い緑がありました。 YG45 は、まあ、ボクムーが緑使おうかなって思った時に使えそうな黄み寄りの緑だったりします。で、この薄い BG なので青緑っぽい色もあります。青色は3色ありました。さっきの青緑と合わせるとかなり青系のものは表現できそうかなと思います。で、紫色はこの2つ、青色と一緒に使って、まあ、幅を広げたりもできるし、影色にも使えるなと思っています。この20色で十分かどうかっていうのは実際書いてみないとわかんないんですけど、今のところ絶対これ欲しかったなっていうのは黒ですね。黒です。だって黒髪描けないもん。黒髪描ける気しないもん。このさ、色の中で黒作ったりとかできるの？このちょっと隅っこで作ってみていいですか？例えば反対色とか混ぜてみる？赤と緑。
いや無理じゃないかな黒にも見えるけど、なんかやっぱ赤も緑も見えるもんね。言うて茶色ぐらいにしかならない気がする。だ全部の色をさ足すとさ黒になるじゃん。ちょ待って、インクもったいなくないえ、さらに青を足す。黒に見えなくもない。いける茶色と青、茶色と青だけでいけんじゃない。うわ、なんかめっちゃ緑っぽくなるな、茶色と青だけだと。いやでもなんかね、やっぱ色が見えるんだよね。なんかやっぱり水彩絵の具とかと違って綺麗に混ざらないから、重ね塗りでの色の表現って、まあ、限界はあるかもしれない。黒は無理かも黒無理だわこれ。どうしよう、黒を買ってきました。黒なんかさ真っ黒だと塗りづらいかなと思って、これはもう完全に個人的チョイスで BV29 っていうものを買ってみました。21色になっちゃったんですけど、20色で足りるセットをさみんな探してるかもしれないから、ちょっと20色にするために1個入れ替えようと思います。僕ム的にはこの BV01 と V22 ってちょっと似てるなって感じるんですよね。どっちも影色に使えそうだと思うんですけど、多分 BV01 の方が鮮やかで、 V22 の方がちょっとサイドが低めかな。でサイド低めの方が影色には使いやすそうなんですけど、まあ、紫として塗ることも考えると BV01 を残します。 V22 とこの BV29 を入れ替えます。これで最強セットになったはず。BV29 ちょっと濃い思ったよりちょっと濃いかもしんない。 BV25 っていうのと BV23 っていうのがあったから、うんー、まあそっちの方が良かったかもしんない。なんか濃すぎるとさ影がもう表現できなくてベタ塗りになっちゃうから、ちょっと使うの難しいかもしれない。まあないよりはいい、ないよりはいいね。僕ム的最強セットが完成した気がします。まあ塗ってみないと分かんないんで、今からこの20本でこの線画を塗っていきます。これはもともとデジタルで描いた僕ムのイラストなので元の色があるんですね。それをねどれぐらい再現できるかどうかっていうのをチェックしたら、この20色でね十分なのかどうかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。それでは塗っていきます。普通にコピック初めてなんで緊張します。なんかコツとかあったら教えてほしいです。ガチで今から集中して塗るので、ここからはラジオ形式でお楽しみください。コピック1本462円した、めっちゃ高い。なんかね他にイラストによく使われるコピックとしてコピックチャオっていうインクがコピックスケッチより少なくて小さいバージョンみたいなものもあったんだけど、僕は今後少しずつ集めていきたいっていう気持ちがあったので最初からコピックスケッチにしました。でも最初はやっぱ色数揃えた方がいいなってさっきめっちゃ思ったんで、やっぱりコピックチャオのセットとかを最初に買うのがいいのかもしんないね。まあもう遅いんだけどもう買っちまったから遅いんですけど、まあでもこの20本でも結構塗れそうな気はしてます。コピックはない色を作ったりできないから、絵の具とかデジタルに比べて自由度が低いんだけど、でも逆にそれがいいところだなって僕もは思った。なんでかっていうと絵の具とかデジタルみたいに色が無限に作れちゃったら、なんかねその色同士の組み合わせがすごい変になったりしちゃうことがあるんですけど、コピックは特にセット買いだと使いやすい色が揃ってるし、組み合わせで変になりづらいなって気がしました。僕もは子供の時描いてた絵が何で塗ったらいいかわからなくて、なんかね白黒の絵ばっかり描いてたんですけど、そしたら塗りが下手くそのまま大人になったんですよ。やっぱアニメとか見て育ってるから、色鉛筆もあったんですけどなんかイメージ違うくて、コピックで塗りたかったな当時、小学生の時の自分に買ってあげたいです。あと紙はコピックの特選上質紙っていうのを使ったんですけど、この紙めっちゃ良かったです。普通のスケッチブックで
最初に色が出るか確認したんですけど、その時よりもすごく塗りやすかったです。なんか滑らかでインクがなんかパサパサしないっていうか、すごく綺麗に塗れました。で、使ってて思ったことなんだけど、なんかね、蓋にさ、硬いのと柔らかいのがある。なんか僕もよく分かってないんだけど、なんかね、全然開かなかったり閉まりづらかったりするのがたまにあった。だからお店とかで買うときは、なんかちゃんと開くかどうか、ちゃんと閉めやすいかどうかっていうのを確認した方がいいかもしんない。完成しました。最初に買ったコピックでこんな感じで塗れました。やっぱり元の絵と比べると完全に再現するっていうのは難しかったんですけど、これだけ色数があったら全く別の色にはならないですし、どれを組み合わせてもいい感じになってくれるのがとても助かりました。これからたくさんコピックのイラストを描いていきたいと思います。描いていくうちにまたおすすめの色とかあったらみんなに教えたいと思うので、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなもおすすめの色とかあったらコメントで教えてくれると嬉しいです。それでは僕のでした。